シームズ。こんにちは、リンです。シムズ4、今回もやっていきたいと思うんですけれども、今回はゲームのプレイではなくてですね、まあ、雑談というか、このパックについてちょっとね、見ていこうかなと思って、今この動画を撮っております。はい。ですね、私今パック。まあ、これDLC なんですけれども、呼び方合ってるのかな？ DLC というものだと思うんですが、マイパック。犬猫のやつと、これなんか付属でついてきたやつ、あとこの無料のなんかしかちょっと持ってないんですよね。で、今ですね、セールが来ておりまして、はい、2月の9日までかな？だと思うんですけれども、この50%オフとかさ、30%オフとか、なんかいっぱいあるんですよね。で、アイテムパックっていうのと、ゲームパックっていうのと、拡張パックっていうのがありまして、はい。ちょっとね、私、シムズ、2ヶ月ぐらい前に始めたばっかり、もう3ヶ月になるかな、なんですけれども、何をね、買ったらいいか全くわかんなくて。はい、多すぎちゃってね、ここまで DLC があってっていうゲーム、ちょっとあんまり、まあ、いっぱいあるのかもしれませんけども、私あんまりやらないので、わかんないんですが、今回はね、まあ、どれを買おうかなって悩む雑談のような動画ですかね。はい。せっかくのセールでして、実は私、1月生まれで今月誕生日なんでね、なんか自分にね、買おうかなーなんて、こうセールもありますからね、ちょっとなんかもう一個買おうかななんて思ってるんですけれども、なんかさ、こうパッと見ると、ゲームパックとアイテムパックっていうのは、なんか30%オフなんで、やっぱ半額の拡張パック系を買った方がいいのかなーなんて思ったりもするんですけれども、まあ基本的になんでしょうね、この PS4 の星、なんかゲームの評価の星みたいなのあるじゃないですか、買うときに。あれが大体ほとんど高いんですよね。はい。なので、まあ高評価なのかなと思いながら見てるんですけれども、ただね、まあこれ英語でこう見ててもさっぱりわからないし、例えばこう押すとね、こう、なんか、シムの洋服？洋服とかさ、好きに着させられるっていうのはなんとなくわかってるんですけど、なんだろう、パーティーとかの服も設定したらこれ全部ちゃんと着てくれるようになるんですかね。あんまり服よりも私こっちの方がね、常に画面に見えてる状態になるので、なんか魅力をちょっと感じたりするんですが、まあこの、今半額ですね。これを買うと、こういうのがいっぱいついてくるよっていうことだとは思うので、まあグッズを見ることはできるんですけども、まあ一体どれがいいのかなと。はい。今悩んでるんですよね。で、やっぱりその、いまいち、これ買ったからどうなるの？これ買ったからどうなるの？っていうのがピンとこないので、インターネットでね、やっぱこれお金かかりますから、まあある程度ちょっと調べてから買おうと思っていて、シムズ4をプレイされている方の、ブログをね、ちょこちょこって見たりとか、この DLC の、まとめサイトとか見たりはしてるんですけれども、なんかね、どこ見ても、どこって言ってもなんか、たくさん見てるわけじゃないので、まあ、いくつか、私が見たいくつかの中で一番評価が高いのが、この、シーズンズっていうやつみたいなんですよね。これなんか、まあ、そこにずらーって書いてあるんですけども、シムズの世界に四季ができるらしいんですよ。今なんか私ココナッツくんやってますけど、ずーっと晴れじゃないですか。そこになんか、多分春夏秋冬、春夏秋冬が追加されるんじゃないかなと、はい、思います。これがなんか、一番人気？ただなんか、ペットのやつみたいに、新しいマップが追加されるとかではないのかもしれませんね。ペットはなんかね、ペットワールドみたいのが追加されてましたけども、はい、これはなんか四季ができて、なんか雨で、左上でね、遊んでる子供が映ってますが、なんか誰かね、雷に打たれたりしてますけども、まあそういうことが起こる。楽しそうだよね。楽しそうですよね。それで天気の変化があって、季節ごとのイベントもあって、ホリデーをお祝いしましょうということみたいですね。これがすごく人気らしいですね。はい。で、まあ50%オフなんですけど、私、このまず拡張パックから見ていく、順番にね、見ていこうかなと思うんですが、まあこの中だったら、まあいろいろとこれ人気のようなんですけども、なんか中にはね、重くなるっていうふうにね、書いてらっしゃる記事もありまして、ちょっとそこがね、悩んでるんだよね。なんか最近、ペットのやつ入れてから特になんですけども、労働時間がものすごく長くなっちゃったり、カクついちゃったり、
カッカッカッカって、それが一瞬とかじゃなくて、しばらくカッカッカッカってなってて、シムも動かなければ画面も矢印もちゃんと動いてくれないみたいな感じがあるんですけども、なんかね、個人的に今最近始めたばっかりでよくわからない私ですけれども、なんかこう、たくさん出すよりは、なんかそういう重さとかさ、そういうのを改善するの先にやった方がいいんじゃないかななんて。うん、ちゃんと遊べないからさ、個人的にはそう思ったりするんですが、まあ、やっていけば慣れるもんなんですかね。はい。で、まあ個人的に、ちょっと興味があるなと思うのは、まあこれが人気ということなんですけれども、私はね、なんかこのアイランドリビングっていうのかな、うん。これがちょっとね、いいなと思ってて、あとね、これかな、このなんか、旅行に行けたりするとかで、もうこの左上の絵がすごくいいなと思ってて、まあ髪型とかね、なんかいろいろ、ね、洋服とか、アウトドア的な感じなのかな。私アウトドアがすごく好きなんで、そういう系統のが増えたら楽しいだろうなって、ちょっと思ってるんですけども。で、なんか、拡張パックの内容のところに、スノボしたり、スノースポーツか、したり、日本の家を作ろうとかさ、ライフスタイルを見出そう。これはちょっとよくわかんないですけど、日本っぽい何か、和風の何かがあるみたいで、うん。で、壁を乗り越えたり、なんか絆を育む冒険に出発とか、ソリにスノボ、こたつ作ったりとかね、なんかできるようなので、これがちょっとね、面白そうだなって、思ってるんですよね。はい。うん。で、あと、で、さっき言ってたこれだね。これがね、なんか南国チックな感じみたいで、まあ、常夏の島で、民族衣装みたいな、なんか花火とか、ちょっとなんかすごいいろいろありますけども、なんかさ、これの右側に人魚みたいな足のひれみたいなあるんですよね。うん。なので、もしかしたら、なんか人魚的な感じで、なんか遊べたりするのかなと、で、クジラとかイルカとかと触れ合ったり、釣りから人助けまで、ちょっとこれ面白そうだなと思ってて、値段は一緒なんですけどね。うん、で、家具とかもなんかやっぱ南国チックの、リゾートの場所みたいな。うん、ちょっと語彙力。なんかそんな感じのがありまして、自給自足に憧れるシムから、環境を守りたいシムまでユニークな島の生活スタイルを待っていますみたいな。これもいいよね。これもなんか自然系で楽しそうだなと。思ってるんですよね。はい。あとね、迷ってるのがね、この中だったらやっぱこの3個か、これかこれか、これちょっと買いたい、どれか1個買いたいなと思ってるんですよね。なんだろう、たまに、シムズって、ほんとちょこちょこセールやってるんで、今だから、今全部買わなきゃなっていう気持ちにはちょっと、ならないっていうのもあるんですけども、ココナッツくんのね、やつ、動物のやつ入れて遊んでるんですけど、今。それでもまだちょっと やれてないこととかいっぱいありすぎるので、一気にね、入れすぎると、ちょっとわけわかんなくなりそうだなっていう思いがあるので、まあ、ゆっくりと、マイペースに。うん。まずはこの中で今回は1個。はい。まあ、半額はね、やっぱ買わなきゃなんてちょっと思っちゃうので、うん、ちょっと1個買おうかなと思ってるんですよね。はい。なので、まあ、これかこれか、これがいいなと思うんですが、どうでしょうかね。普段ね、私ちょっとネタバレが嫌なので、コメント欄は使ってないんですけれども、ぜひね、まあ、これ買うとなった時には、やっぱりすでにやってらっしゃる方とか、シムズで遊んでらっしゃる方の意見をね、聞けたら嬉しいなと思ったので、ちょっとね、ご意見伺えたら嬉しいなと思っております。はい。ってことでさ、次、ゲームパック行きましょうか。ゲームパックはですね、はっきり言って、なんだかわからないので、当分いいかなと思ってるんですけれども、これ買うとあれですよ、これ買うと何ができるようになりますよってまとめていらっしゃる方のブログがちょっとございまして、それを拝見させていただいたんですけれども、まあ、なんでしょうね、職業が増えたり、できるスキルができたりとか、なんか、そういうものなのかな、ちょっと拡張パックとの違いがいまいちわかんないんですけど、まあ、この中で面白そうだな、私がやりたいなと思ったのはこれかな。この、なんかこれもね、ちょっとキャンプ系、キャンプに、休暇を取ってキャンプに行きましょうみたいな感じで、で、新エリアができる、テントとかクーラーボックス、キャンプファイヤーできる、アウトドアファッション楽しめる、で、専用のアウトドアのアビリティ、多分仕草だと思うんですけど、で、ハーブ学を学ぼうとか、で、やっぱこの作れるやつも、これ、
まあね、いまいち意味がわかんなくって、そのゲームパック買って、ゲームパックで追加されたエリアにしかこれ作れないのか、それとも今私がやってるココナッツくんの家にもこういうの置けるようになるのか、その辺がよくわかんないんですけど、そのゲームパックに関してはね、ちょっと理解しきれてない。うん、ちょっとパックがありすぎて、アイテムパックっていうのはもう完全にその、アイテムが増えるんだろうなっていうのはわかるんですけど、ゲームパックに関してはどう理解したらいいのかちょっといまいちわかってないんですが、まあこの中で、面白そうだなと思ったのはこれかな。まあ細かく見てないんですけども、まあこれが面白そうだなとは思いましたね。なんですけど、なんか世の中的に人気なのはですね、これがね、なんかレストランの経営ができるゲームパックらしいんですよ。うん、なのでなんか人気だっていうふうに書いてあって、あと、これこの子育てスキルこれもね、なんか人気らしいですね。うん。子供を作っていく人、子供のスキルとか、子供を作って遊ぶ人にはいいよみたいなことがちょっと書いてあったんで、まあ私もね、これから、子供とかはちょっとやっていきたいなと思ってるので、これ入ってると面白いのかな。ただ 30% オフなんだよね。これ買うんだったらなんかこっち買った方がいいなとかちょっと思っちゃうんだけど、これも半額になることってあるんですかね。あるんだったらちょっとゲームパックはさ、半額になるまで見送りたいななんて。思うんだよね。なんかボリューム的にね、できることとか増えるものの、あれを見たときに、なんか絶対こっちの方がなんかいいななんて個人的にはちょっと思ったんで、はい。なので、一応なんか、これがいいななんてゲームパックは思ってますね。あとはちょっとまだ、ちゃんと見てないので、よくわからないですけども、なんか、冒険とか、これスターウォーズも完全なんかコラボみたいな感じだよね。その世界にいて遊んだりできるのかな。私あんまわかんないんでね。でも全然わかんないって黄色いロボットとなんかちっちゃいロボットがいるっていうのはわかるんですけど、そのレベルだと多分遊んでもあんま楽しめないのかな。でもなんか銀河の冒険とかできたら楽しそうではありますけどね。なんとなくね、 RPG 的な感じになるのかどうかちょっとわかんないけど、まあ重そうだなと、まあいろいろ見ててもなんか重そうだなってちょっと思っちゃうんですけども、はい、まあそういうのがゲームパックみたいですね。そして最後、アイテムパックなんですけども、まあ、これはとてもわかりやすい。サイト見てても、なんか、これなんか選択ができるようになるらしいです。はい。お洗濯の、洗濯機とかも増えるって書いてあったから、たらいのことかな、この真ん中にある。洗濯機の、今洗濯ってなんかないんですよね。うん。洗濯機ないかなーなんて思ったんですけど、なかったんで、多分これ買うと、そういうのができるようになるのかな。で、あとカントリーファッションに着替えようなんで、やっぱ洋服が追加される。まあ、完全アイテムだよね。アイテムが増えるようなんですけど。でね、私、この中で、欲しいなって思うものがありまして、ただ残念なことにね、それセールになってないんですよね、今回。私欲しいのこれです。このパラノーマルってやつ。なんかさ、これ、見たら説明を、お化けがね、いるらしい。私、お化けとか結構そういうの、好きなんで、死神さん初めて見た時大興奮しちゃったぐらいなんでね、ちょっとこれいいなと思ったんですけど、なぜかセールになってないので、残念なんですよね。なので、まあ、これがね、もしかしたらこの今回の2月9日までのセールが終わった途端にこれ安くなったりとかさ、なんかちょっと駆け引きっぽいけど、なんかありそうなんで、まあ、アイテムパックの中ではこれが一番いいなと思ってます。てか他はあんまりわかんないなーっていう、これはね、セットだったんで入ってるんですけど、これがセットで入ってきたことに対する、その恩恵的なものを私がまだ活かしきれてないので、うん。だからあんまり、私がその使いこなせていないので、買ったところでっていうのもあるのかもしれないね。ちょっと全部置いてみようとか、ハムスターのマークのがそうなのか。ハムスターのマークが全部この、あれなんだ、その何、このアイテムのあれですよっていう意味なんだ。あー、初めて知ったな。なるほどね。ワンちゃんに帽子とかもあるんだね。へー、そうかそうか。このマークか、ちょ、覚えとこ、それ勉強になったな。うん。なので、まあ、これも迷ったんですけど、あんまりがっつりハロウィンっていうのもちょっとあんまりなと思って。そう。やっぱり買うなら、
まあ、この中だったらこれかなって思って、唯一いいなと思ったものが、まあ、セールじゃなかったっていうね。で、あとね、これもね、いいなと思ったんですよね。なんか、家具、いろいろ増えるっていうのと、なんか新しい場所が追加されるとかなんとかで、小さなお家を作る。私、小さなお家好きなんで、これもちょっといいなと思いましたね。で、この中で特になんか人気がある系のことを、私が見た記事の中で書いてあったのが、あ、これかな？キッズ。やっぱ子供系がすごく人気みたいですね。ちょっとわかんないけど、これはすごくなんかいいらしい。はい。まあ、子供のおめかしグッズが少ないからなのかな？ちょっとわかんない。子供がいたことがないんでわかんないんですけど、なんかこの人形とかね、いっぱい置けるんだったら楽しそうですよね。あと、これもなかなからしいです。これ。うん。おしゃれな感じ？なんか、筋ができるのかな？自分だけのか。あ、お姫様気分、お嬢様気分味わえるんですかね。これもなんかいいよっていうふうに書いてありましたね。で、これ編み物っていうものをする、シムが編み物をするようになるらしいです。はい。それいいね。なんか作ったもの、なんか飾ったりとかできるのかな。これ編み物グッズかもしれませんね。うん。それなんか面白そうだよね。はい。まあでもやっぱこれかな、一番は。理想とすると、その、なんだろう、職業がいっぱいあったりとかさ、行ける場所が増えたりとかさ、なんかそういうのがいいなと思っちゃって。で、これなんかは、お化け屋敷、お化けの家、呪われた家か、区画ができるそうで、なかなかいいなと思ったんですよね。うん。まあ、こんな感じですかね。はい。なので、まあ、とりあえずこのセールの間に、これどれか一つ買って、で、まあ、アイテムパックは多分見送ることになると思いますけど、まあ、とりあえず今回はこの中のどれか、ちょっと買おうかなと思ってるので、ぜひね、プレイされてる方とかね、したことある方で、これ面白いよとか、これは、とかね、なんかそういうアドバイス、はい、いただけたら嬉しいなと思いますね。まあ、ソフトに関してですね、この PLC のね、うん。ゲームに関してはね、自分でちょっと発見してやっていきたいタイプなので、今もネットとか見れば全然調べられちゃうんですけど、ちょっと最初からそういうのはあまりやりたくないので、はい。このおすすめのパックとかね、教えていただけたら嬉しいなぁと思います。はい。ということで、まあ、悩んでますよという雑談動画をちょっと撮ってみましたね。いや、もうまだ買わなくていいかなと思ってたんですけど、こんなに早くまた半額セールが来るなんてちょっと思わなかったんでね。こういうタイミングはやっぱ有効的に、使いたいなぁと思いますね。普通に買うと多分4000円ぐらいするもんね、これね。4300円しますからね。なんか普通のなんか、ゲーム、1本ぐらい買えそうな値段ですからね。それなりにやっぱボリュームがあって遊べるやつがいいなぁとか思いますけども、まあ個人のね、感覚があると思いますからね。はい。それぞれの好みで好きなの買えばいいってことになると思うんですけども、ちょっと多すぎてね、迷っちゃったんで、教えていただいたものをちょっと買うか買わないかわかりませんけども、まあ、面白いよとか、これこういうのだよっていうのをね、教えていただけたら、ありがたいなと、はい、思います。動画、ため撮りなので、まあ、買っても反映するのは、反映できるのは多分、だいぶ先になるかなとは思うんですが、まあ、ちょっと一個買ってきたいな。はい、ということで、今回はちょっとゲームとは全然関係ないんですけれども、セールでね、なんか買いたいなと思ったので、この動画をちょっと撮らせていただきました。それでは、ここまで見てくださった方、どうもありがとうございました。またねー。